どうもマックスです。今更ながら 9.1 大阪エディオンアリーナ大会をお話ししようとしています。これ収録しているのが 9.14 終わった後なんですけど、まあ、9.14 まだごめんなさい見てないです。今から見ようと思います。そしてまあ 9.1 ちょっと言い訳になるんですけど、私ごと 9.78 とちょっとビッグなイベントがあったんでですね、9.1 その打ち合わせ丸かぶり、地元大阪見に行けないっていうちょっと悔しさ味わいました。でまあここから追いかけていこうかなっていうね、 9.1 そしてまあ間イギリス関連の大会があって、そして 9.1 を後楽園かなり盛り上がったようです。さあそしてじゃあ早速ですね、 9.1 大阪エディオンアリーナ大会見ていきたいんですけども、観衆が1537人と発表されています。で私は今言いましたみたいにね、つい最近この 9.1 を結果なるべく見ないようにしながらこれまで過ごしてきて見たんです。でまとめて言っちゃうとどうですかね、この N1 ビクトリー最終戦としてのまあビッグマッチですよね。ビッグマッチの興行としてどうだったのか、そしてまあこれを放送で見た場合とエディオンアリーナ大会で見た場合で結構感想違うのかなっていうふうには思いました。なぜならばこの中継にですね、全試合じゃないんですけど小川さん解説がついてたんですよ。まあ台風の関係で東京のスタジオから解説なさってたんですけど、いやこれがなかなか面白くてですね、まあ多分長い間脳を見てる人から見ると面白いっていう、まあそんな感じだったかなと思います。さあ結果も皆さん当然知ってらっしゃるように清宮海斗が勝ちました。そしてその勝ち方についてもなんかいろいろねあちこちで賛否両論あるみたいですけど、まあこのあたりも含めてちょっと見ていきましょうかというところになります。というわけで 9.1 前置き長くなりましたが、もうそんな古いネタいらないよという方はもうさっさと、ポチッとね停止ボタンを押しちゃってください。それでは第1試合から見ていきましょう。スペルクレイジー VS 大原はじめ VS アレハンドロ VS 忠助、これまあ第1試合フォーウェイというね、もうすごくゲーム性が高い中で行われました。まあビッグマッチのこうスタートとしてお祭り感は良かったですかね。ただまあ観客をこう温めるスピードと試合のこのアピールとのこのバランスがねどうなんだろうなっていうのはちょっと思いました。まあ試合自体は最後混戦の中で空階段っていうんですかね、アレハンドロ選手がトップロープからくるくるっと切りもみ式でボディープレスをしてクレイジーをピンと、いささか唐突感もあったかな。そしてそれぞれの選手の PR、まあ中で忠助選手のこの空気読めなくってもあのね空回りでアピールするっていうあれは良かったかなと思います。アレハンドロ選手がまあこれ取ったっていうのがまあ今後どうつながるかですけどね、とりあえずは単発に終わった感じでしょうか。まあ、ちょっと今後展開見ていきたいなと思いました。はい、もう第1試合は、まあ、ちょっとゲーム性高いけど空回り感もあったかなっていう、まあ、これは個人的な感想です。そして第2試合、宮脇潤太 VS 正木民也、まあ第2試合、そうですね、サイズ感から言ってもこれはもう結末はやる前から分かってるんだけども、結構ねこう WWE とかだとこういう構成あるんですよね。まあだけどその奮闘する宮脇潤太も応援できるし、正木民也が圧勝するシーンも見れるっていう、まあそういう格好、そういうねフレームの試合だったのかなと思います。そして正木民也選手声援多かったですね。そしていきなりタックルでも宮脇潤太選手をボコンとするんですけど、でも宮脇潤太選手がめげずに三角飛び場外へのブランチャー、そしてボディスラムを連発、ボディスラム連発はごめんなさい、正木民也選手ですね、そこからバックフリップ。ただまあ、さっきも言いかけましたけど宮脇選手がそのままやられてるわけじゃなくて、対角性のドロップキック、トップロープからのミサイルキック、
変形ダイヤモンドダストと、なんか正木民也選手がそこまで合わせるか受けるかっていうぐらい受けてたような気がします。で、宮城選手が得意な形にしようとしたんですけど、正木民也選手がダブルニークラッシャーフェイスクラッシャー、そして斉藤スープレックスと畳みかけて、勝ったっていう、まあ、ね、いいんじゃないですかね。こう宮城純太選手の奮闘ぶりが、もうこれはもう奮闘しか多分ありえないですし、仮に丸め込みで勝ったとってね、なので、宮城純太選手のこの気迫というか根性を見るっていう、そういう試合だったと思います。そして正木民也選手、充実感ありますね。まあ、イギリスの、ね、遠征の間にいろいろあったみたいなので、まあ、そのあたりはまた改めてお伝えしていこうかなと思います。そして第3試合、大和田優、ジャック・モリス、佐々木ウルカ VS 藤村海、大岩良平、タイタス・アレクサンダー。もうすでに大岩良平選手、この大会ではまだだったかな、新日本への、ね、期間が発表というか、まあ、ノア最終戦というのが、ほどなく発表されてます。まあ、そういう中で、残り少ない中で大岩良平選手がどう絡むのっていうのと、ウルカとジャック・モリスが同じコーナーに立つっていう、まあ、そこがちょっと面白かったですかね。で、入場も佐々木ウルカ選手のこのニューテーマに乗ってジャック・モリスが入ってくるっていう、なかなか見られないシーン、その中でこうモリス選手がね、盛り上げ感をこう出してったっていうところだったと思います。で、よくよく考えると、解説でこれ小川選手も出てたんですけど、ウルカ選手、小川選手が教えてた、そして大岩選手を教えてたっていうコメントが出てました。これ面白いですよね。で、ウルカ選手と、初めて会ったのがウルカ選手デビュー戦の日だった。なのでそれ以降ですね、ウルカ選手、この UFC というかね、総合格闘技の猛者であった佐々木ウルカ選手にプロレス流のこのグラウンドというか切り返しを教えてったのが小川コーチっていうことになるんでしょうか。そしてもちろん大岩選手には手取り足取り教えて、もっと 2,3 年先まで見れたらなっていうね、コメントも出してましたよね。で、一方、大和田優選手に関してはどうですかという振りに対して、まあ、大和田は今剣王が教えてるから、なるべく口出さないようにしてるということもおっしゃってました。いや、これ面白いなと。で、逆に言うと、こう小川選手が剣王選手に一目置いてるのかなっていうのも、そこでちょっと感じることができました。で、試合自体もですね、いろいろこうあるんですけど、ウルカ選手と外国人選手の絡み、 N1 ビクトリー面白かったよねっていうことを小川選手がおっしゃってたのもすごく印象的でした。で、内容で藤村選手がウルカに応戦、大和田選手がタイタスのツッコミに対して T ボーンスープレックス、これ出たタイミングが割とまだ序盤から中盤にかけてのとこだったので、ですけど、このなんか T ボーンスープレックス出すタイミングによっては、これピンホール取れる技になるんじゃないですかね。はい、そしてタイタス選手は場外ダイブすごかったですね。そして場内に戻ってビッグアグリー、大和田選手が一旦丸め込んで、避けちゃうんですけど、再度、対角線を使ってのビッグアグリー、最初にローリングして、その後ジャンピングジャーマン、まあ、ジャンピングあんまりなかったですね。最近このビッグアグリーという技が登場した時は対角線でやるんじゃなくって、普通にロープの反動を使ってたんですけど、多分こうリングの広さとかこう考えた時に対角線でやった方が映えるんじゃねっていう、そういう意図だったのかなっていうふうに思います。いや、タイタス選手がいいですね。まあ、今後どう活躍してくれるのか、ノアにぜひ上がっていただきたい、上がり続けていただきたいと思います。そしてジャック・モリス選手、でこの試合でもまあ当然良かったんですけど、今後どうなっていくんでしょうね。まあ、このあたりも注目して見てみたいと思いました。そして第4試合、吉達藤田和幸 VS タビオンハイツ曽山ナブ。いや、これX をね、事前に見てると、結構そのタビオンハイツ選手と藤田和幸選手の遭遇がすごい楽しみだっておっしゃってる
ファンの方いらっしゃいました。私もそう思ってました。そしてこの中で吉田選手がついていけんのかなっていう微妙な懸念を私持ってました。で序盤曽谷選手吉田選手、そして続いて藤田選手とタビオンハイス選手の攻防とこうなります。曽谷選手吉田選手でいうと共通項は藤波辰巳さんってことになりますかね。まあ曽谷選手無我でねデビューして、まあ当然その師匠は藤波さんってことですし、吉田選手は新日本で揉まれて育った、まあその時の先輩は当然藤波辰巳さん、どれぐらい絡み合ったかどうか分かんないですよ。ただファイトスタイルからするとなんとなく藤波さんの推しを凍ってるのかなという気はします。まあその2人が最初やり合った、そして藤田選手とタビオンハイス選手の差し合い面白かったですね。そしてタビオンハイス選手が次吉田選手、まあいわば吉田選手は長い間というか一時期ね WWE で出てました。ロイヤルランブル等も出てました。それに対して WWE の、まあ、2軍ではないですかね、別ブランド NXT から来てるタビオンハイス選手からすると、元スーパースター吉田選手とやるっていう、そういう構図もね面白かったんじゃないかなと思います。タビオンハイス選手がロープに振ってもそのまま押し付けるようなラリアット、これはタビオンハイス選手の定番ムーブになってます。で藤田選手と曽谷選手がその後絡むんですけど、今こうパワーでね行きたい曽谷選手とすると怪物藤田和之選手なんですけど、なんかパワーで負けたくないんだけど、やっぱり藤田選手の圧強いなって思いました。でタビオンハイス選手と藤田和之選手エルボ合戦もすごかったですよね。そしてもう、しびれを切らしたように藤田選手がタビオンハイス選手ジャーマンと行きます。でタビオンハイス選手と今度吉田選手は吉田選手の足をこうと蹴り足を取ってですね、これまたすごい高さのキャプチュード。でその後吉田選手が丸め込みで応戦するんですけど、最後はあのタビオンハイス選手がロープに走り込んでからのフロントスープレックスの要領で、これハイツボムってなってますね。ハイツボムね、いやこの説得力抜群、あの高さ引きつけ力見せます。いや技っていうのはこうあってほしいなって思う見本のようなところだと思います。いやそのいろんな技がパンパン出るのもいいんですけど、タビオンハイス選手そんな決して技多くないんですよ。ただ殴る蹴るが力強いというかね、体力やっぱすごいしっていうところに、そのいくつかある技がものすごく引きつけてバスコンと綺麗に決まる、まあ、これはもともとアマレス仕込みなんでしょうけど、このあたりはノアの選手すごく学んでいいんじゃないかなと思います。こういう技の見せ方ってやっぱりいいよねっていうね、まあ、そのあたり、ぜひタビオンハイス選手を吸収所属の選手はしていただけたらいいなって個人的に思いました。そして第5試合、女子提供試合ですね、まあ、下の方はマリーゴールド、そして上の方はノア女子というか、まあ何でしょうか、どちらかというとマーベラスで活躍してらっしゃる選手群プラスグレート咲夜さんというか、まあ、このあたりあえて細かく言いませんけど、まあ、このグレート咲夜ののらりくらりしたのが今どういう風に展開するかですし、その相手にボジラさんっていう、これまたすごい パワーのある女子がいるわけですよ。で田中絆さん、知ってる方は知ってるかと思いますけど、田中稔選手、深井由美選手の娘さん、まだ10代ですよね、まあ、小柄なんですけど、果敢に向かっていくっていう、まあ、そういう試合でした。でいや試合自体これねかなり面白かったんですよね。そして大ファンのいろはたくみさんがやっぱり良かった。でパワーでもボジラ選手が怪物っていうのが分かってる中でみんなかかっていく、そしてそのリアクションがものすごく楽しめた。いろはたくみ選手の表情もすごい良かったですね。でボジラ選手に終盤昨夜選手がこれぞというタイミングで毒切り、そこにいろはたくみ選手の蹴りでボジラ選手を場外に排除しちゃう中で、いろはたくみ選手が
田中絆選手に旋風脚、これをカウント2でよく返したんですけど、さらに蹴り込んでのカウント3とこうなりました。いや田中絆選手ね、体ちっちゃいですけど、いやいいんじゃないでしょうか。つよつよガールが多いんでね最近、そういう中に応援したくなる、頑張れっていう昔のねキューティー鈴木さんのような存在になるのかなっていうふうに思いました。で今回出てきた、マリーゴールド勢っていうのは、前回マンデマジックに乗り込んできた時のマリーゴールドとはガラッと変わって、どちらかというとアクトレスガールズ勢、元ね、プラスボジラさんっていう立て付けだったでしょうか。いやこのマーベラス勢がこうしっかりしてるんで試合が成り立つのかなっていうふうにも思いました。はい、いやとても面白かった第5試合でした。そして休憩前最後の試合、第6試合、稲村良樹ジョシュブリックス、いやこれは見た方いろいろ感想あるんじゃないですかね。ただね、これは個人的な感想ですけど、稲村良樹選手がやっぱりジョシュブリックス大きいですよ。ジョシュブリックス2メートル級の選手に対してなんですけど、やっぱパワーで負けちゃいけないというか、例えばパワーに驚くとかはいいと思うんですよ。でその後パワーでやり合っていくとかだったらいいんですけど、このハンマーパンチとかそのあたりでズルズルと稲村選手が落ちていくというか、こうパワーで負けてる感がですね、ものすごくボディーブローのように見てる側に伝わってきちゃうんですよね。そして最初ビクトリースプラッシュというか、ビクトリーとこう叫んでね、ロープに、登ってラウンディング、リバースボディースプラッシュのようにこう落ちるやつ、1回は両足で突き上げられ、2回目はね成功したんですよ。ただなんとなくですけど、これは場内のマイクの拾い方次第かな、場内見てたら湧いたのかもしれないですけど、場内のこの盛り上がりと稲村選手がキャッチボールできてないなという気はしました。今日おたけびがね今一つ共感呼びきれてないなっていうのは、ちょっとそこは気がかりでしたね。そして終盤ブレンバスター仕掛け屋に稲村選手が勝ちます。そして稲村選手がロープワークしてどんどんスピードを上げてぶちかまし、いやこれはね個人的にすごく好きなムーブなんですよ。でただその後サイドバスターチョークスラムで追い込まれ、少し稲村選手反撃するんですけど、ロープに走ったジョシュがカウンター気味のこのラリアット、これ一発で取ったっていう。でジョシュ選手もねやられてる時にこうおっとダメージ見せるあの表情が、いや稲村選手技効いてるのかっていう風に見せる、その見せ方はいいですよね。ただ最後まで余裕は、奪いきれなかったかな。試合終わった後、ジョシュブリックス選手ヘロヘロと、かなりのダメージ俺もあるんだよってな体で帰ってったようには見えましたけどね。要所ブリックス選手の余裕を剥がすとこまではいかなかった。そして気になるこの稲村選手とこのファンのね駆け引きというか、ちょっと先走って言っちゃうと稲村良樹選手が再び海外に出るみたいなね、コメントというか報道ありました。いいんじゃないかなと思います。なんか今のところ大和魂的なんですけど、なんだろうな、もっと怪物感を出してほしいですし、さっきのロープアップからのぶちかましとかいいスタイル持ってると思うんですよ。ただ終盤ラッシュが攻めきれないし、序盤の作りとしてもどうなんだろうっていう、ちょっと厳しい言い方になるとね思っちゃいます。稲村選手への期待がやっぱりファン多いと思うんですよ、私含めて。なのでこのなんていうのかな、どうやったらその自分のファイトスタイルが観客とこうコミュニケーション取れるのかっていうところがもうちょっとあるといいかなって個人的には応援の気持ち含めて思ってます。そして第7試合、イホデドクトルワグナージュニア、ガレノデルマル、ワグナー兄弟、そしてそこに、ドラゴンゲートから N1 ビクトリー参戦してくれてルイスマンテ、
対するはドラゴンビーンアルファウルフに、これまたドラゴンゲートからこの日限り参戦のシュン・スカイウォーカー。まあ、ルチャとして面白かったかなというのと、そこにアクセントを入れたのがやっぱりシュン・スカイウォーカー選手ですよね。のっけから何がノアじゃとこう、あのロゴをねガシガシとこうやる。でまあそれに対して場内ややブーイングっていうね感じだったですよ。でそれに対してワグナージュニア選手はノア主戦場にしてノアのプライドみたいな感じでかかっていく。まあそれでデビーとヒールみたいな展開になるんですけど、いかんせんこの相手方ドラゴンビーンアルファウルフも N1 でね頑張ってノアで頑張ってきた選手なので、まあルチャの攻防の中にシュン選手がどう入るかっていうそのリズムの違いっていうのが、まあよく言えばそれが楽しめるみたいな。で最後も、このね、まあ、試合の結末はともかくながらルチャノアで見れるルチャ5人がみんなで手を挙げる中でシュン・スカイウォーカー選手がちょっと仲間割れっていう、まあそんな感じだったでしょうかね。はい、最後はルイス・マント選手がベイン選手をピンホールと、まあ、こういう格好になってるんですけど、勝敗ごめんなさいね出てないですけど、まあ、シュン・スカイウォーカー選手のようなこのヒールヒールしたファイトというか存在感、ひょっとしたらノアにあっていいのかもしれないですね。その流血とかそんなんじゃなくていいと思うんですけど、まあ、ちょっとアクセントを見せるというか、まあそれにしてもシュン・スカイウォーカー選手のこの声がすごくマイク拾うなと思ってました。まあそれだけシュン・スカイウォーカー選手がアピールしてたってことだと思いますけどね。今後ノアに上がる機会があるのかどうか楽しみに見たいと思います。そしてまあその他の5人の選手、ノアで最近見せてるルチャのファイトを見せてくれたと思ってます。このねワグナージュニア選手、ベイン選手、ウルフ選手はじめ皆さんの今後の活躍期待したいなと思います。個人的に大好きなんですよね。はい、第8試合 GC タッグ選手権挑戦者斉藤明俊、モハメドヨネ VS チャンピオンが杉浦隆史、丸藤直道。いやこれはね解説いらないでしょ、感想いらないっていうことはないですけど、あの他のこの前がルチャのねこの激しい動きの試合、まあ激しい動きのあった試合だったので余計この重厚感が際立ったように思います。新しいか新しくないかでいうと決して新しくはないんですよ。米津選手もね筋肉バスター出してましたし、でそれに対して杉浦選手、丸口選手が受け止めながら応戦していくっていうこのあたりもずっと長くノアで続いてきた戦いだったなと思います。当然この動きが激しいというよりももう重厚というか歴史を見てるかのようなね、なんかそんな試合でした。で最後杉浦隆選手が、斉藤明俊選手に最後絡みついてネックロック、まあそれに耐える斉藤選手なんですけど、最後侍が落ちるように腕が下がってレフリーが止めたっていう試合になりました。まあ引退発表をしている斉藤明俊選手なんですけど、いやいやいやですよね、目いっぱい今できる動きをしたと思います。そしてモハメドヨネ選手ね、斉藤明俊選手の引退に対して思うところあると思います。自分があとどれだけできるかとかね。でもヨネ選手のファイト良かったですよ。フロントキックの蹴り合いでもド迫力でしたしね、タックルでも杉浦選手に引かなかったですし、なんか米津選手に活躍の場がなんかあるといいなって個人的に思いました。さあそしてこの GHC タック選手権チャンピオン杉浦隆史、丸藤直道に今後どういう相手が挑んでくるかという、でやっぱりこう派手派手しくはないので落ち着いた戦いになるんですけど、相手がまた全然違うムーブのね、チームだと面白いなと思います。今回は割と似たテイスト同士の、チーム同士っていうことになったと思うので、ちょっと違うテイストのね、相手でこの杉浦隆史、丸藤直道を見てみたいなと思いました。いや長い物語の一つのねエンディングストーリーを見たかのようなフロントネックロックでした。そして斉藤明俊さん良かったです。
お疲れ様でした。そして第9試合 GC ジュニアヘビー級選手権ダガ VS 天草。でしたね。答えからいくとダガ選手完勝だったんじゃないでしょうか。でダガ選手の攻撃が的確なのと、天草選手がどうだろう、この試合に限ってはこのかなりやられてる感の方が目立った。そしてその受けがねちょっと弱かったなと思います。ゆえにこのダガ選手が、攻め方をいろいろ迷ってるような気もしました。苦しめたんですよ最後。ダガ選手もこうね、疲れた表情で帰っていきましたけど、まあ最後の畳みかけというかディアブロウイングスに至る流れも良かったんじゃないですかね。いや勝つべく人が勝ったっていう気もしますし、やっぱりどうだろう、天草選手が強くないと言わないんですけど、やっぱりテクニックでね行く、でも後で出てくる剣王選手のようにこう例えば受けがすごいとかいうので何かこうチャンピオンの懐みたいなのはもうちょっと見たかったかなと思います。もちろんその動きだとかテクニックだとかいろいろいいんですよ。で最近はねやっぱり、粘るようになったと思います。覇王選手いやまあねですけど、まあ、当時思えば、すごく成長したなと思うんですけど、やっぱりこの技だけでやっていくのの限界をちょっと見たような気はしますね。こういうダガ選手のもうどんどんピッチの上がるこの攻め、まあ、こういうものに対して応戦できる何かがあった方が見てる方は感情移入できたんじゃないかなというふうに思いました。いやダガ選手完勝です。ここからの防衛ロード、好敵手いてほしいですね。はい。そして第10試合 GC ジュニアタッグ選手権、早田洋平 VS チャンピオンは近藤修二エータ。いや驚きました。入場ゲートでちょっと間があって入ってきたのが原田大輔さん、元ラーテルズボス。洋平早田が今回金髪風忠介選手も含めてね合体した中で原田大輔選手が登場、セコンドにつきました。なんか無性に嬉しかったですね。今原田選手は大阪にねおられるようなんですけど、いやすごい良かったです。そしてここでも小川解説良かったですよね。エイタ選手が頭がいいとか、やっぱり一緒にやってて面白かったとかですね。でもっとシングルやってみたかったっていうこともおっしゃってました。そして早田選手に関してはちょっと停滞してるから伸び悩んでるかなっていう表現されてましたね。まあ、それぐらいにある程度のとこまで行き着いてるっていうことなんだろうと思うんですけど、まあ、小川選手の早田選手表、ただ試合が進んでいくにつれて、ああすごい動きよねと、俺と組んでる時なかったけどみたいな、まあそんなこともなかったんでしょうけど、あえて早田選手が小川選手に合わせてたっていうことかなと思います。で早田選手が割と捕まる展開があって、エイタ選手がそこで、セコンドにいる原田選手にちょっかいを出す。でこれがアメリカの WWE とかだとマネージャーに手を出したりして場内大ブーイングになるんですけどね、そこまで盛り上がりがなかったのがちょっと残念でした。そして小川選手も言ってましたけど、近藤修二選手のゆとりが終始消えなかったですかね。で早田選手がオリジナルをダメージを与える形で返すんですよ。返すんですけど、でもやっぱそのダメージを返した時のこのねそれまで捕まってて苦しんでた早田選手の表情がねめちゃくちゃいいんですよ。小川選手も言ってましたけど、まあこのヒール的な中にいた方が早田選手は、似合うのかなっていうこともおっしゃってましたね。そして早田選手普段が寡黙なので、この表情の見せ方でより人を引きつけてるのかなと思いました。で再び早田選手捕まるんですけど、で近藤選手が洋平選手を掴んで、この髪を掴んでねバーンと投げつける、まあ、これを洋平選手にお見舞いする。さらにはエイタ選手がコーナーにもう体を
全部体重を乗せる形で投げつけてダメージを与えていくっていう。だこれ本来は動きのあるジュニアタックのはずなんですけど、この近藤修二瑛太のタックっていうのが、まあ、古典的というかそんな派手派手しくないんだけど、これだけ見せられるのよっていうところが、個人的にはすごい良かったと思いましたね。でカットに入った陽平選手がさらには瑛太近藤修二のこのスーパーパワーボム、トップロープで持ち上げられてそのまま落とされるっていう。いやー、小川選手がうわーって言ってましたね。俺あんなの食らったことないけどみたいなことを言ってたような気がしますけど、いや、それだけそれをねまた仕掛けて陽平選手が受けられるっていうところがやっぱり信頼関係なんでしょうか。で、早田選手はそこまで展開で腰をこうダメージ受けてんだっていうね、表情あるいはこの仕草があるんですけど、逆襲から混戦に出てもお互いに素晴らしいこう混戦の中の攻防がありながら、最後早田選手が瑛太選手からヘデックで取ったっていう。いや、このジュニアタッグ面白かったと思います。で毎回見てると飽きちゃうかもしれないですけど、やっぱり早田洋平、近藤修二でいたどちらも、いや、よくできたタッグだし、プロレスの深みがねこう見れて、飛んだり跳ねたりのジュニア戦もやっぱ面白いですけど、もちろんそれもある程度できるんだけど、こういう試合作りもできるんだよっていう、なんか見せ方というか盛り上げ方、盛り上がり方、さっき稲村選手のところで見ましたけど、このやっぱ観客とのね交がいいんですよね。観客の盛り上がり直して、どんどんこう混戦が作られていって、最後のヘデック、説得力ありました。まあもうちょっと突き刺さったらあれだったかもしれないですけど、まあ久々にヘデックを見たっていう気がしました。いや、とっても面白かったです。そしてこの試合、それだけで終わりませんでした。陽平選手がマイク、まあラーテルズ、改めてねこう、まあ、昔のラーテルと違うけれど、改めて突き進んでいくので、ボス安心してくださいと原田選手に語りかけます。そしてそろそろ声聞きたいやろうと、原田大輔の声聞きたいやろうと観客に、語りかけて、まあ、観客もこうする。そこで原田選手がマイクを手に取ります。まあ、今後期待してるよっていうね、まあ、趣旨のマイクと、そして一つ提案がありますと、この3人のメンバーに新しい人を入れるのどうですかと。俺から一人推薦したい人がいる、菊池雄斗出てこいと。道頓堀プロレス所属菊池雄斗、いや、マンデーマジックじゃなくてリミットブレイクですかね、最近道頓堀プロレスから参戦してた選手。そしてムーブが早田選手のようなムーブ、そして丸藤直道選手のムーブがあるなっていう。でどうやら早田選手かな、その道頓堀プロレスをね指導したことがあるみたいなんですけど、まあそこの生え抜きメンバーである菊池雄斗、まだまだ初々しさがいっぱいあります。でこの写真見ていただいても、他のメンバーがめっちゃこうキメキメでできるのに対して、菊池雄斗まだオロオロとこうしてたんですけど、まあその可愛らしさも含めて、今後この元ラーテルズというか新生ラーテルズに加入することになりました。いや本当にね、菊池雄斗選手、まあ、体力はちょっと前回ねリミットブレイクで気にはなるんですけど、動きなんかは本当に早田選手のムーブもできますし、丸藤選手のようなムーブもできるっていう、とても楽しみな選手なので、今後楽しみに見ていきたいと思います。そして第11試合、 N1 ビクトリー優勝戦、 GAC ヘビー級選手権チャンピオン清宮海斗 VS 挑戦者は剣王。まあ、A ブロック発射の清宮と B ブロック発射の剣王、いやまあ何度もやってるんでね、もうでいきなりエルボー合戦、フロントキック、そして清宮海斗選手がドラゴンスクリュー、シャイニングウィザード4の字と、もう一気に試合が動いていきます。いつものねこう足を取って手を取ってっていうのと、ちょっと試合の入りを変えてきたっていう。
まあ、そこで序盤ね、こう早速清宮海斗選手に対してゲスト解説のこの小川義成さんに対していろいろ清宮を聞くんですよ。 G1 の経験どう生きてますかみたいな。でまあそれで成長したっていうふうに言わしたいのかもしれないですけど、ちょっとこの下りが長くてですね、なんか向こうに行って成長したみたいなね、そういうコメントがあった方がいいのかもしれないですけど、小川選手そこさすがでしたね。まあその試合いくつか見たんだけど、まあ試合見てる中でそれほどでもなかったかなと。まあもちろん精神的には成長したのかもしれないですけどねっていうコメントを返してました。で試合自体そこから動きまして場外に行く。で拳王選手が、ペース握り返すんですよ。ただまあ序盤この足音の字、こう仕掛けられたあたり、ドラゴンスクリューね、まあ、そこから膝へのダメージが続いてるっていう仕草を拳王選手が入れてきてました。まあ、このあたりすごかったですね。すごいというかうまいですよね。その後にいろんなブリッジかかっていくんで。でただまあそこからペースを拳王選手が握り返して、場内に戻って、なんと拳王選手が清宮海斗選手にドロップキック、そしてネックスプリングで起き上がるという清宮海斗ムーブ、これは場内沸きました。まあ、それに対して清宮海斗選手も同じように当然やり返していくと。で結構この試合のポイントは清宮海斗のシャイニングウィザードなんですよ。でシャイニングウィザードの構えでやられる側の拳王選手もそれを来たのを避けての攻撃っていうのがすごい見れました。誘い込んでの避けて足を取ってのアンクル、さらには土手っ払いの蹴りで、そこから清宮海斗選手の攻撃を避けてのドラゴンスープレックス。いやなんか小川選手もこれ褒めてましたけど、拳王選手のこの安定感、そしてこの強さ、コンディションの良さっていうのがすごいよねと思う、すごい感じました。そして清宮海斗選手の膝攻めがこの辺りから始まります。膝へのドロップキック、トップロープからドロップキック、足音の字。まあただこの辺り、まあワンパターンちゃワンパターンだよね。そしてこの足音の字の入り方が安定してないんだよっていうね、まあ、しっかり決まってないんだよっていうことをちょっと小川選手酷評してらっしゃいましたかね。で、清宮海斗選手が低空のドロップキックでこう攻めてきたところ、膝への攻撃を来たところを拳王選手が上に避けて、その場飛びのフットスタンプ、さらにはフランケンを止めて耐えてというかな、まあ、そこからアンクルホールド、さらには土手っ腹に蹴り、まあ、これも痛そうでしたね。そしてトップロープに拳王選手上がるんですけど、清宮海斗選手が頭突きで落とす、落ちた時に拳王選手がちょっと喉元打っちゃったように思います。で拳王選手はそのままエプロンでうっとこうなってるんですけど、対角線に離れた清宮選手が対角線に走り込んで、そのまま飛びつき式のフランケンで、フランケンでそのままエプロンのところに拳王選手は頭を打ちつけ、さらには下に落ちたので腰も痛だと。いやこれは痛そうでしたね。そして戻されてタイガースプレックス、まあ、これがカウント2とこうなります。まあ、拳王選手が大ダメージというシーンでしょうか。で清宮海斗選手がシャイニングをやっぱり狙うんですけど、それをやはり避けて瞬間、もうこの入りが好きなんですよね、避けて瞬間ドラゴンスープレックス、まあ、シャイニングをこう誘いに使うムーブが目につきました。で拳王選手がトッププロープにそのまま上がって、雪崩式のドラゴンスープレックス。いやこれは信頼関係ないとできないな。これがカウント2。そして、プロフェッショナルフットスタンプを狙ってトップロープ上がるんですけど、これを清宮選手が今度避けて裏カン7、それを拳王選手がスピンキックで応戦、清宮海斗選手がジャンピングに、さらには変形タイガードライバー、そして三角式のシャイニングで、さらには、変形シャイニング狙うんですけど、これを拳王選手がやはり避けて拳王スペシャルでぐっと締め上げます。
でそのままプロフェッショナルフットスタンプ今度こそでどてっぱらに、いつもはこう打った時にちょっと斜めになってたりとかでね衝撃逃げるんですけど、この時のプロフェッショナルフットスタンプがもうどてっぱらというか溝落ちにぐさっと刺さった、これ場内にすごく伝わったと思います。でさらにとどめとばかりにトップロープ上がって円輪バク宙式のねダブルニードロップなんですけど、円輪狙ってこれを清宮海斗が避けるで離れてシャイニングウィザード、これ完璧に決まりました。カウント 2.99、 いや小川選手は決まったんじゃないかと思いましたと言ってました。私もそう思いました。そしてさらにシャイニングで攻め込んでくるところを剣王選手がはたき落とすんですけど、清宮海斗選手が再度シャイニングで、清宮選手がとどめとばかりなんか狙うんですけど、剣王選手が側頭部へのここという時の説得力抜群の蹴り、そして今度は剣王選手があれは、希望に行こうと思ったんだと思うんですけど、ロープに走って蹴り込もうと思ったところを清宮海斗選手がアームドラッグ、この基本の一本背負いのようなアームドラッグでやって、そのまま背中越しにこう抑え込んでなんとカウント3。いやまさかのここでのアームドラッグ、と思いましたけど、まあ、でゲモ選手もおそらく頭になかったって言って、でこの3カウントっていうね、まあ、説得力につながるのかなと思います。でよくよく考えれば、まあ、本当にノアの道場で、まあ、ノアだけじゃないと小川さんおっしゃってましたけど、もう基本の基本としてこの動きはやるんだと、まあ、だから小川選手が解説にいるというね、ところを踏まえてのこのアームドラッグからのカウント3だったのかなとは思います。まあ、実際そういうムーブをね小川選手も見せたことありますし、ただ会場にいらっしゃる方からするとこのフィニッシュはすごくどよめいたかなと思います。で試合後清宮海斗選手のこう差し出したグー、それに対して剣王選手がずっと拳を自分の拳をこうやってこう見て、最後胸に手を当ててグー、悔しそうにね最後払ってましたけどね。いや場内、海斗コールが起こりました。まあ、これは良かったかなと思います。そしてマイクを持って大阪ありがとうございます、言えなかったことが一つ、小川さん長いプロレス生活お疲れ様でした、本当にありがとうございます、自分のこれはエゴかもしれないですが最後に出した技も小川さんと何度も繰り返し練習した技ですと、自分のようなレスラーをゼロから育ててくれた、本当にありがとうございました。まあおそらくこのマイクで、会場のねファンにあの最後のフィニッシュに込めた思いというのがちょっと伝わったのかなと思いました。今年の N1 どうですか、アクシデントや台風がありましたが忘れられない N1 になったでしょう、 N1 取った、ベルトを守った、ノアの頂点は俺です、ここからは俺がノアを頂点に持っていきます、清宮海斗に任せてください、これからも日本一プロレス界一熱い戦いを見せ続けていきます、オールレベリオン全てはノアのためにっていうね、まあ、それで締めくくってファンサービスで退場してったっていうところでした。まあ小川選手がね、まあ、このコメントを聞いて結構酷評してたかな、まあ、照れもあったと思います。で酷評してたポイントが2つですかね、まあ、1つはその最後のマイク、まあ、それってこの間新日本プロレスの G1 のこのリーグ戦でね、昔ノアの練習生だったザック・セイバージュニア選手が優勝した時に、まあ、小川さんありがとうとリスペクトを、ね、マイクで言ってました。まあ新日本プロレスのリングで小川さんの名前が出るっていうのもすごいことですし、まあ、小川さんといえばノア・オブ・ノアの人だと思うんですよ。まあそれと、まあ、ザックの単なるマイクだってあれマネじゃんみたいな、そして試合内容も武藤敬司さんのマネじゃんと、でもっと清宮海斗の色を出していかないとっていう苦言を言われてましたね。まあさっきも言ったみたいに多少照れも入ってるんだとは思います。まあそして何よりも、なんていうのかな、清宮海斗ずっと見てきて
安定感のある1段2段上がった選手になったからこそ、その清宮オリジナルっていうところがまだまだ見えないところに対する苦言だと思います。例えば技の組み立て一つがね、今どうしても分かるんですよ、武藤さんから盗んだものっていうのが大きいですけど、昔こうちょっと思い出すのが塩崎剛さんの技っていうのがほとんどこう小橋さんのねコピーじゃんって言われた時期がありました。まあただ2020年頃の塩崎剛さんを見ると、やっぱり自分のスタイル塩崎剛っていうのをこう気づいて、だからこそあの2020年の奇跡の防衛ロードの時にあんだけ人気出たと思うんですよ。まあ清宮海斗今本当にすごい安定感のあるレスラーになったと思います。だけどこの試合光ったのは突出してるやっぱり剣王選手のこの安定感というかね、試合作りだったと思いますし、だからゆえに清宮選手が、どちらかというと攻める側になって、清宮海斗選手の攻めの組み立てっていうのが逆に見えた。でそうするとでこの N1 ビクトリーの時は割となんでしょうね、受け身の清宮っていうのが見れたと思うんですけど、この決勝戦に関しては剣王選手の蹴りとか、ボコるところに対して清宮選手が受け身の取れない ところが結構多くて、で攻めるパターンが武藤さんのムーブがやっぱ多かったっていう、まあ、その2つのところですよね。剣王選手のようなあの攻めに対してどう受けていくのっていう、そこで沸かせることができきったのかっていうのが一つと、やっぱり攻め返していくときに清宮海斗の戦いっていうのをもうちょっと味付けしてみたらどうだろうって小川さん思ったんじゃないでしょうか。まあ期待があるからこそっていう言い方もしてましたよね。でまあ結論、これ地元大阪だったので見に行きたかったですし、まあ会場で見ててもこのレスルユニバースがアベマで見ててもどちらでも楽しめたと思うんです。でそれぞれ違うテイストにね見れたというのは、両方見れた人は2倍お得だったかなと、まあちょっと思った次第でした。さあ 9.1、 大変古いネタで申し訳なかったですけど、次は 9.14 触れてからようやく追いついていこうかなと思います。さあ皆さんはこの 9.1 大阪エディオンアリーナ、ちょっと古いネタですけど、どう見られたんでしょうか。また良ければコメント等をお寄せください。それではまた皆さんお会いしましょう。バイバイ。